伊勢市立伊勢宮川中学校は三重県伊勢市にある公立中学校。2017年4月1日に伊勢市立宮川中学校と伊勢市立沼木中学校を統合して開校した。高知は旧宮川中学校を継承した。伊勢市立宮川中学校は三重県伊勢市二股四丁目にあった公立中学校。略称は旧中。 高地面積は38,459平方メートルで、4階建ての校舎、15,700平方メートルの運動場、1,418平方メートルの体育館、25メートル7コースのプールを有した。伊勢市立沼木中学校は、三重県伊勢市上野町にあった、公立中学校。三重交通バス、沼木中学校前停留所下車徒歩約1分の、 ところに所在し、伊勢市立上野小学校の学校区とほぼ同一であった。高地面積は7692平方メートルで、校舎は1649平方メートルの2階建て、運動場は4300平方メートル、体育館は鉄筋コンクリート平屋造り、延べ面積841.95平方メートル、プールは25メートル5コースであった。 伊勢市立沼木中学校に関するカテゴリー、伊勢市立宮川中学校に関するカテゴリー、ありがとうございます。